皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日の動画はこちらです。はい、ランコムのビューティーボックス、こちらを購入してきたのでレビューをしながらメイクをしました。ビューティーボックスに入っているコスメを使えばこのような大人レディーなメイクが楽しめます。では気になる中身をオープンしていきます。それではスタート。今年コフレはね、何を買おうか雑誌でね見ながら選んでいたんですけど、一番購入したいのがランコムだったんですよ。これぐらいのサイズかなみたいな想像していたんですが、受け取った時にびっくりしました。こんな感じでめっちゃ大きいです。はい、1段目はこんな感じです。アイシャドウ、チーク、リップ、パレットとリップスティックが入っていました。ここね外して2つに分かれます。ランコムを買おうと思った決め手がね、このバニティポーチでもありました。コスメが大容量に収納できるショッキングピンクが魅力的です。下の段はポイントメイクリムーバーと目元用の美容液と香水、この下地とマスカラに関してはめっちゃ試してみたかったので、今日どんな仕上がりになるのかすごく楽しみです。ではこちらを実際に使いながらレビューもしていこうと思います。ジェニフィックアドバンストハイドロジェルメルティングマスク、こちらが1枚入っていました。ランコムで人気のあの美容液がこのマスクにねいっぱい入っているんですが、つけていきます。これ1枚1500円ぐらいしたのかな。特別な日の前日とかにね使うんですけど、今日別に特別な日じゃないんだけど、もう特別な日にしちゃおうお、美容液がたっぷり入ってます。なんかシート状のマスクなんだけど、ジェルコーティングみたいになっているので、すごいトゥルトゥルっとしています。冷たい。あ、朝だから目が覚めますね。なんか変な生き物になりましたね。編集中に思い出したんですが、ウーパールーパーです。シリコンマスクは知っている方多いと思うんですが、100均で購入したもので、マスクの上からこうやってつけることで、ね、マスクが剥がれない、家事とかできて行動の範囲が広がるので、とてもよく使っています。よいしょ、なんか位置がおかしい。この水分蒸発も防いでくれるので、この美容液をお肌にしっかりと入れ込んでいこうと思います。はい、まず1つはイプノパレット、2番のベージュブリュレ。2013年に発売された人気のパレットがリニューアルされ、店頭では10色展開なので、この2番はおそらくコフレを購入しないと手に入らないっぽいです。このような5色入りのパレットで、ホワイトと陰影が作れるベージュと、キラキラなピンクベージュと、淡いブラウンと、焦げ茶のようなしっかりめのブラウンです。このように見たまま高発色で高密着です。この絵面怖いちょっと私あんま出ないようにしよう。パレットはチップが2本と、あとミラーがついていて、ミラーの部分にアドバイスシートもついています。続いてはチークです。ラッシュスプティル SP351 番のブラッシングトレゾア。実際に店頭で発売されているカラーで、そちらのミニサイズ版です。ちょっとなんかプラスチックもチープな感じがします。だけど中のミラーはちゃんとついています。はい、カラーなんですがこんな感じで可愛いピンク系です。光に当たるとこうね、ゴールドに輝くパールが入っています。頬の上でどのように輝くのか、すごく楽しみなカラーですね。両面ミラーの豪華なパレットは、こちらはラプソリュルージュの限定品のパレットです。質感と色が違うルージュがなんと9色も入っています。毎日のメイクを飽きさせないリップパレットです。続いてラプソリュルージュ S264、ランコム人気ナンバー3に入っているカラーでした。現品だと4000円するので、このミニサイズでお試しできるのは嬉しいです。パレットに入っていたこちらのカラーと似てる。10色見てみて、私が好きそうなカラーはまあこの辺りかな。
今年青みピンクが流行りなんですが、リップパレットってなんか使わないリスクも多いんだけど、普段買わない色も入っているから、それが試せるっていうのも新しい自分を探せるのでいいですよね。プルプルだったジェルの表面が溶けていました。ペタッペタッと潤ってます。とろみでごまかす保湿ではなくて、ちゃんとね入り込んだような潤い方です。お肌が柔らかく感じます。それでは UV エクスペールトーンアップローズ日焼け止め用乳液メイクアップベースを使用していきます。黄色みが強い日本人の色味に合わせて64色から選ばれたピンクのカラーでトーンアップができる下地です。ピンク系なんですが、ややベージュが入っています。伸びがよくってちょっとねパールが入っているので、お肌も艶っぽく見えますね。毛穴の凹凸は滑らかにはならないんですが、毛穴はぼかされます。こちらを重ねていきます。一気にこうツヤが生まれました。あー、香りもいい香りだ。ランコムってパッケージも豪華だし、香りもすごく上品なので、こうメイクアップをしながら女性らしくなっていく、そんなブランドのイメージです。ピンクベージュだったからお肌の白浮きがしにくいです。うん、で自然にお肌がワントーン明るくなります。なんか透明感も上がってツヤも増します。私は普通肌と脂性肌の混合肌だから、皮脂崩れしないっていう基準で選んでいるんですけど、これだったらなんか崩れにくそうだなと思って期待が出てきました。ファンデーションはランコムで合わせていきます。今回のキットにはファンデーション入っていなかったんですが、ファンデーションのコフレもあったので、それと合わせて購入してもいいと思います。やっぱりライン使いすると相性がとってもいいですね。ランコムのファンデーションに関しては下地を選ばないと塗ってる最中からよれたりとかするんですけど、ライン使いすることでこのファンデーションの良さが発揮されて、薄付きなんだけど高密着、いつもの下地と合わせるよりもみずみずしくツヤ肌に仕上がりました。はい、お肌はハーフマットで眉毛は長めに仕上げた状態でスタートしていきます。コフレの中にあったこちらのポーチの中にブラシが入っています。ファンデーションブラシが入っていたんだ。これでファンデーションを塗ればよかった。エヴァコンパクトサイズなんですが、このブラシの毛の部分はしっかりとした面積だからすごく塗りやすそうです。これで塗りたかった。こちらはフェイスパウダーを重ねるのにいいですね。肌当たりがとっても柔らかいです。アイシャドウブラシはこんな感じです。まあ、全部3本とも人工毛です。毛自体は硬すぎず柔らかすぎないです。しっかりとアイシャドウを発色させることのできるブラシです。それでは1番のベースカラーをまぶた全体に重ねていきます。粉質の細かさに驚きました。軽いつけ心地です。淡いカラーから濃いカラー、そしてラメまで入っているので、デイリーシーンはもちろんですが、イベントのシーンでは華やかに仕上げたりと調整が可能です。質感が落ち着いたパールと控えめなラメだからすごく上品に仕上がります。濃いカラーをアイライナーとしても使用できます。はい、ではこちらのチークを重ねていきます。せっかくなのでこのブラシを使おうと思います。大人上品なんだけど、どこか可愛さをプラスしている、そんなようなカラーです。パールが入っているので若干毛穴は目立ちやすいです。ただツヤは出ます。続いてグランデュオーズマスカラを使用していきます。こちらはブラシが特徴的で、目とまつげを研究してたどり着いた究極の25度カーブらしいです。バラが浮かんでいるかのようなデザインで、すごい美しいです。よく見ると一つずつこのようにコームになっています。お湯で落ちるフィルムタイプなんですが、だいたいフィルムタイプってカールロック力が甘かったりするんですが、こちらはビューラーで上げたまつげをそのままカールロックできます。このボリュームとロング効果がすごいですね。目力がアップしました。粘膜が気になったのでインラインだけ引かせていただきます。
はい、それでは口紅を重ねていきます。人気ナンバー3の色味ラプソルリュージュ R の S264 使用します。気に入ったものを何個かつけてみようと思います。トリートメント成分配合で唇のケアも同時に行います。このラプソリューのシリーズはすごく滑らかで塗りやすいです。透け感のあるピンク味の強いカラーで可愛らしく仕上がりました。コフレに入っていたビファシルポイントメイクリムーバーを使用してリップを落としていきます。油性と水溶性の2層式のリムーバーです。ポイントメイクリムーバーで3500円ってなかなか手が出せないんですけど、コフレに入っていると試せるのでいい機会ですね。あ、すごい、なじませるだけで取れちゃった。二層タイプのものってちょっとこう油っぽいっていうか、仕上がりがちょっとベタつきがあったりするんですが、そんなにベタつきがないです。マットなんだけどすごい透け感のある仕上がり。ちょっとマイブラシにします。マイブラシにしたらすごい塗りやすかったです。ブラシがちょっと毛が長すぎて塗りにくかったんだ。限りなくオレンジに近いレッドっていう感じのカラーでした。口元がはっきりして綺麗なカラーです。今季流行りの青みピンクをつけていきます。こんな感じです。右から2番目のカラーは透け感があるから青みピンクでもそこまで浮かずに馴染んでくれました。グロスカラーを重ねてみます。ツヤとあとパールが入っているから立体感がプラスされます。うん、いいですね。これもよし、じゃあ遊びはやめて今日の服装とメイクに合う感じのカラーをつけていきます。左から4番目。うん、すごく好きな赤です。少しだけオレンジ味が入った赤、シワカで、うん、とっても使いやすいカラーです。せっかくなので左のゴールドを重ねていきます。光を集めてこうね、立体感をプラスしてくれます。でゴールドがねキラキラキラッと輝いて、だけど粒が小さいから下品にならずにすごいゴージャスな口元に仕上がります。では最後の仕上げにこちらの香水を重ねていきます。4種のハピネスオーラを放つ花々を束ねたブーケがイメージの香りのラビエベルフラワーズオブハピネスオーデューパルファンです。なんか爽やかな香りですね。女性とまでは言わない、なんか若々しい香りがします。トップはすごい爽やかな香りなんだけど、ミドルは女性らしい香りに変化してきますね。爽やかだから嫌味なくつけれます。ぜひあのカウンターで香りを嗅いでみてください。すごくいい香りです。はい、この子の存在忘れてたんですが、こちらも入っていました。ジェニフィックアドバンストアイセラムライトパールアイランドラッシュ。発光の力でまつげと目元を若々しい印象に導いてくれます。ちょっとボール型になっています。これをねグリグリグリとマッサージをしつつもアイケアができるアイテムです。もうさっぱりとした使い心地なので朝から使用できそうです。今回ビューティーボックスに入っていたアイテムをすべてこちらに収納したんですが、それでもまだいっぱい空きがあります。まだ1段ありますからね、まあ、使わないときはこんな感じに収納ができます。小さい方のポーチはアイライナーとかブラシ類を収納したいと思います。1万9000円出してよかったと思えるこのアイテム数とメイクの仕上がりです。今年のクリスマスコフレはおそらくこれで終わると思うんですが、もし何か誘惑に負けて買ってしまったらまた動画にしたいと思います。はい、以上最後までお付き合いありがとうございました。またこちらのコスメを使って動画も撮っていこうと思うので、お見逃しのないようにチャンネル登録お願いします。そしてインスタ、ツイッターもやっています。よかったらそちらのフォローもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。